こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。今日は輸出して何が売れるか、それをね、目利き力あれば理想的というのでね、じゃあ目利き力とはどういうことだというのがね、分かりやすい本があったんで、それをちょっとご紹介したいと思います。これね、ちゃんとした本です、ね、出版されてます。アマゾンでも買えます。本屋さんでも取り寄せできます。文房具と、ね、絵文山本健太郎と書いてあってね、なんか小学生の夏休みの宿題みたいなんですけど、まんま小学6年生の夏休みの宿題です。それがね、あまりにも、ね、よくできてる、面白いということでね、こう出版して本になっちゃったというのがあってね、すごい、面白い話というか、いい本だなと思いました。こんな表紙でね、もう手書きです。夏休み宿題そのまま本になってますんで、手書きです。山本屋ね、文房具大好き。これ夏休みの宿題が本になりましたというようなことが書いてあって、このね、細部まで考えてる。で、内容はこのね、文房具自分で使ってね、好きな文房具、お気に入りの文房具を、コメントつけてね、書いた見本とかつけて、載せてあります、ね。これね、すごいよくできてるなぁと思います、ね。よく作ったら、これほんと文房具好きなんだな。恐るべし小学6年生だなという気がします。で、目利きできるとね、商品探し本当に楽です。ね、歩いててちょっとお店行っただけで、ああ、これ安いな、いいなと、高く売れるなと。いうのがね、すぐ分かるようになってきます。この山本健太郎くんはね、もうこの目利き力絶賛受けてます。文具メーカーレビュー絶賛の嵐と、ね、オルファ。セールストークともいえるコメントやブランド名の由来などもよく調べ上げたなと感心しました。国用、観察力、イラスト、鋭い視線に脱帽です。スタビロ、なるほど。と叫びながらですよ。なるほどって感じですかね。と叫びながら楽しく全部読んじゃいました。セーラー万年筆、山本健太郎、恐ろしいこと。ゼブラ、我が社の全社員のバイブルにします。ツバメノート、近い将来の文豪になることのできる逸材だと思いますよ。プラス、すべてにおいて圧巻でした。マグネット、文具への情熱が詰まった素晴らしい内容。三菱鉛筆、忠実に再現されていると、メーカーも驚くようなコメントの数々に感激しました。緑、今度一度うちの会社に来てくださいと。ね、こんだけ各メーカーから絶賛を受けてますんでね、これ、この山本健太郎君が、儲けることに抵抗がなければ、蔵が立つと。ね、輸出のアドバイザーにお迎えしたいぐらいだというふうにね、思いました。そうは言ってもね、こういうのができる人はすごい、稼げます。稼ぐことに抵抗がなければ、ね。案外ね、好きなことでね、転売したりね、なんか作ってお金するっていうの抵抗ある人が多いんですけど、そこさえなければすごい稼げます。でも、普通はこういうのね、いや、それは私そんなこと言っても何もできませんというのが普通なんで、そんな普通の方は、私はね、この本になるほどのすごい能力はないですけど、ただね、かなり物欲強くてね、普通の人の20倍以上はね、無駄な買い物してきてます。ですんでね、これは無駄遣い好きな人が買いそうな、ね、くだらないものだなと、面白いもんだなと、いいもんだなというのが分かりますんでね、商品探しのアドバイスができます。目利き力がない人は、素直に個別サポートを受けるか、時間つける方が時間とお金の節約になります。ね、輸出ビジネス。目利き力がないことは私のサポートを受けてください。で、ある程度自分もできるな。あるいはね、それとは関係なく、この本面白そうだなという方はね、さっきの本のリンクこちらにつけておきましたんで、見てみると面白いかなと。ね。かなりこういう本がね、いろんな分野で出たらね、次回からは見つけたら内緒で、会員さん限定でこう知らせたりすれば、それ、商品探しのバイブルになるんじゃないかなと、本当に思います。ね、こういう目利きができると、商品探しには理想的ですから、この本にならないまでも、
ここに書いたようなことね、あの商品だったら自分も共感できるなというような商品を見つけるとね、まあ、本当商品探しは楽なんで、興味持てる商品を扱うというのはこういうことですというね、良い参考に、事例になるかなというのでね、今回のこの山本健太郎くんの本を紹介させていただきました。アマゾンサポーター堀秀夫でした。